皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病、闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国、世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、熱中症の予防にですね、たったコップ1杯飲むだけでね、効果的な飲み物があるんですけどもね、それはなんと驚きのね、牛乳なんですよ。いやーもうね、この事実をした時にね、僕はね、ほんまにね、びっくりしました。牛乳大好き人間としてはですね、非常に素晴らしい情報じゃねえかってね、思ったんですけどもね、今は残念なことにですね、もうここ4ヶ月ものね、長い間になりますけどもね、我慢して僕牛乳飲んでないんですよ。あのね、4月19日からね、一滴も飲んでおりません。めっちゃ好きなんですよ。今でもね、愛しくてやまないんです。本当に息子が隣で飲んでる牛乳をね、見るとですね、その匂いがね、漂ってくるとね、思わずこうあーってこう手がね、伸びそうになるんですけどもね、血液検査で引っかかりましてね、僕は今ね、その飲んでいる薬の関係で普通のね、体じゃないんでね、牛乳の飲みすぎでね、悪玉コレステロールが上限を超えてしまって、先生からね、糖尿病なるでとね、言われてしまってからね、もう怖くてね、飲んでません。まあそのおかげでですね、今悪玉コレステロールの数値がね、上限をこう下回ってくれて、まあでも一応ね、その正常値としては診断してもらえてるんですけども、まだまだね、下げ幅っていうのがね、ありますんで、まあここでね、心をね、まあ体を許してしまうとですね、まだ糖尿病にね、一歩近づいてしまうので、油断してはね、いけません。まあ、このようにね、お話ししてしまえばね、牛乳って悪い飲み物だとね、聞こえてしまうんですけどね、まあそうではね、ありません。いっぱいいいところもね、あるんです。だってね、そのカルシウムとタンパク質もね、脂質も炭水化物もね、一度にバランスよく取れる夢のような飲み物なんですよ、牛乳ってね。でもただ、その低脂肪乳とか無脂肪乳などっていうのは、まあ、体にとって大事なね、三大栄養素のね、うちのその脂質が大幅にカットされているので、他でしっかりね、その脂質をね、取れればまあ問題ないんですけど、他の食べ物とかで、ね、取れれば問題ないんですけども、まあ脂質は悪者とね、思ってる人がね、その牛乳を飲む場合にはどうしてもその低脂肪乳とかね、無脂肪乳をね、飲みがちなので、まあ、体のことを考えて飲んでるうちにですね、その栄養のバランスが悪くなって、体のエネルギーの代謝が悪くなって、インスリン抵抗性があったりで、まあ、糖尿病になってしまう人もね、いてます。まあね、病院の先生からね、その低脂肪乳とか無脂肪乳を提案されて飲んでる人はね、その指示に従ってのことなので何も問題ありませんけども、まあ、そうでもない人は無理にね、そういった牛乳を飲まなくてもね、別にいいと思います。普通の牛乳でいいと思いますよ、本当にね。しかしね、ここで黙ってないのがアンチですよね。牛乳反対派にその物申されそうですので、一応お話ししておきますけども、まあそのアンチの人間の方からのね、声としてはですね、その牛乳は牛の乳やから、人間には牛乳をそのね、体で分解する酵素がそもそも備わってないから、あんなもん飲んでも意味がないやんけというね、意見があったりとか、カルシウムを多く含むから骨を強くするというイメージが強い牛乳ですけども、実はもう真逆でですね、その市販の牛乳っていうのは骨に含まれるリンをね、取り除いてしまってるから、逆に骨を脆くすることが分かっていて、その結果骨粗鬆症になってしまうよなどね。あとはアメリカのね、ハーバード大学の10万人近くのね、男女を、ね、対象に行ったね、22年間の調査結果ではですね、まあ、10代で1日にグラス1杯の牛乳を飲むごとにですね、その大腿骨頭部分、大腿骨の、ね、一番上にある太い骨があるんですけども、そこの、ね、骨折のリスクはね、 9% も増加するというね、衝撃的な発表をね、してるんです。で、まあその他にはですね、牛乳に含まれる乳タンパクっていうのは腸にね、人間の腸にね、大きな負担をかけることがね、分かっていますとかね。だから腸はですね、人間の免疫をね、司る中枢器官なのでですね、腸に負担がかかるイコール免疫機能を狂わせる
るということとかね言ってますし、なのでこの結果起こるのがアレルギーなんですよね。でね、そのアレルギーっていうのはそのアトピーによるその湿疹とか肌のかぶれとかね喘息などの症状がね現れてしまいますと。ほんでね、そのアンチガンの意見に対して、じゃあこんなね、その今あんたらが言ったようなことがですよ、今まで伝えられているのに、なんで学校の給食で毎日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 牛乳出てきてんねんと。最近になって瓶からパックに変わったことによってですよ、机から落ちてもですね割れへんように親切になってきてんねんぞって。でそういう意見に対して、またアンチの人らはですね、牛乳は戦後の日本占領政策でアメリカが持ち込んだものであって、もともと日本では牛乳を飲む習慣はありませんよと。なのでね、その牛乳を飲むことを推奨する際に出る、昔から飲まれてきたものだから体にいいはずだという考えは誤りなのである、などとね、いろんなことが言われています。まあ、このようにね、牛乳ってね、賛否両論あるんです。でもこれってね、今お話ししたことって、まあ、どちらもほんまに賛否両論やと思いません？体にいいと聞かされたらいいんやろうし、あかんと聞かされたらあかんし、まあ、だからね、まあ、飲みすぎやんかったら健康被害もそんなにないしね、まあ、好きやったら飲んでも構えへんと思いますしね。でもそれを言うんやったらね、そのお酒もね、飲みすぎたらいいとは言えないじゃないですか。それと一緒ちゃいます？まあね、ちょっとね、話が熱くなってしまいましたので戻しましょう。熱中症予防にコップ一杯の牛乳が効果的なわけなんですけども、これはね、2015年にですね、信州大学の大学院でね、熱中症予防のための暑さに強い体作りの方法として、やや強めの運動の後にですね、糖質とタンパク質を摂取することが有効というね、研究結果がね、報告されました。これによりますとですね、熱中症は体内の水分不足によって血液量が減ってしまって血管の拡張がしにくくなったり、あるいはですね、まあ、室内でもね、温度や湿度が高くてですね、でもそれでも汗をかきにくい状況になった結果ですね、体温調節がね、できなくなって起こります。で特にね、高齢者などはですね、体温調節などのその機能がね、衰えていくためにですね、まあね、熱中症になりやすい傾向がね、あるんですよ。だから熱中症を防ぐためには血液量を増やすっていうことがポイントだそうです。皮膚表面のね、血管まで、まあ、毛細血管とかですよね、このほんまに表面のね、血管ですよ、もう 目に見えへんぐらいの血管とかまでね、十分に血液が循環すれば体温調節機能がね、向上すると考えられています。そこで効果的な水分補給に牛乳が良いというわけなんですけども、糖質とタンパク質をね、同時に取れる手軽な方法として牛乳をコップ1杯、約ね 200ml ですね、それぐらいがね、おすすめされてるんです。熱中症予防によく利用されるのがね、その塩分と糖分が含まれている経口補水液とかね、この前もお話ししたスポーツドリンクですよ。あの運動とかね、汗のかきすぎでね、体内のナトリウムが減ると、水分だけを入れても体内のナトリウム濃度がね、低下して、体がね、体液の濃度をね、保とうとして、その水分をね、おしっことして出そうとします。ね、水分とともにね、適量の塩分をね、摂取するということにはですね、水分を留めておくことができる働きがあってですね、体にね、水分を留めておくことができる働きがあってですね、でまた糖質っていうのは腸でのね、水分の吸収をね、早める働きがあります。発熱や嘔吐、熱中症にはね、経口補水液が有効ですけどもね、その発熱もね、嘔吐もね、なくですね、熱中症でもない健康な時にはですね、その経口補水液のね、塩分をね、強く感じられるんです。で、またね、スポーツドリンクはね、糖質が高いので、運動量がね、多くない時とか、真夏ほど汗をかいてない時っていうのは、飲みすぎに注意が必要なんです。ほんでそこで牛乳が役に立つということなんですよ。で牛乳に含まれているね、タンパク質の中でね、アルブミンというね、物質がね、血液中に増えてくれるとですね、塩分と同じようにですね、その浸透圧の影響でね、血管内に水分がこう引き込まれてっていう風にしてくれてね、血液量がね、増える仕組みがあります。高血圧なのでね、塩分の摂取がね、気になる人とかですね、育ち盛りの子供たちとかね、骨粗鬆症が気になる女性とか、高齢者などにもね、おすすめなんです。でね、熱中症予防に必要な牛乳っていうのは、若い成人でコップ2から4杯、小中高生や40代から60代の中高年でコップ1、2杯、
でもっと多めに、まあ、あるいは少なめに飲みたい場合っていうのは、この1杯から4杯の間で調整することが勧められております。まあね、暑い時っていうのはですね、牛乳のような口当たりよりも、まあ、さらりとした、ね、飲み物の方が飲みやすいなーっていう人とか、まあ、お好みがねあると思いますので、あのタンパク質を含むね乳製品のヨーグルトとかね、アイスクリームなどもおすすめです。またね、チーズとかやったらね、フルーツなどの糖分をね含むものとね一緒に摂ることをね良いとされています。でもただしですね、そのチーズもねヨーグルトもねアイスクリームもですね、美味しいからといった食べ過ぎるとですね、カロリーオーバーの心配がありますので注意をしてください。なぜかと言いますとですね、まあ、チーズに限ってはですね、タンパク質もありますけども、その脂質もねめっちゃ多いんで、あの、ね、1日あたりね 20g ぐらいがベストかなっていうふうにね言われてます。でほんまにカロリーオーバーになりますのでね、そこはほんまに調節してください。とまあね、ここまでお話ししたんですけどもね、あの、お分かりいただけましたでしょうかね。つまりですね、牛乳なら1日コップ1杯程度なら栄養も取れるし、この時期なら熱中症の予防にもなるし、効果的なんですよ。熱中症対策にはね、その水もね、経口補水液もね、スポーツドリンクもいいですけども、まあそれにね飽きてきた時にね、まあ味変として牛乳をコップ1杯程度ね調節してもいいんじゃないのって感じでね、まあよかったら参考にしてみてください。そんな感じで今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。